マステ。皆さんこんにちは、ゆきんこです。これまでね、このインド情報チャンネルでは日本食レストランとあと韓国レストランのご紹介をさせていただいたことはあるんですけれども、まだねインド料理レストランご紹介してなかったなと思って、今日はねこれからねインド料理を食べに行きたいなと思います。ぜひご覧ください。今日私はね、グルガオンのセクター29っていう、まあ、グルガオン随一のナイトスポットって言ってもいいかな、そんなところにある21ガンサルートさんっていう北インド料理レストランに来ています。私今ちょっとランチを食べに来たので、結構ね駐車場とかすごいねガラーとしてて、あのシーンと静まり返ってる感じだったんですけど、コロナの影響もあってあのちょっとどうかなって感じなんですけど、普段はね夜はもうね本当いろんなお店からもう爆音のね BGM が流れてて、すごいね賑やかな場所となってます。でこちらのねレストランなんですけど、私なんか日本からお客様がいらっしゃる時にせっかくだからインド料理レストランご案内したいなと思ってて、まあ、ちょっとねあのしっかりしたレストランで美味しいインド料理が食べれるところっていうのをあの探してたんですけど、ゲスト向けのその時にこう紹介されて、で実際にねお客様連れてきたんですけど、まあ、お店もすごい綺麗だし、で接客もしっかりしてて料理もねすごく美味しかったので、それからね何度かねここ利用させてもらってるんですけど、なんか一時期ねコロナでちょっとお店がクローズしてしまっていて、もう食べれないのかと思ってたんですけど、まあ、いつの間にか復活してたので今日は久々に食べに来ました。ちょっとねメニューもねすごいしっかりしてるペラペラのねあのメニューが結構多いんですけど、ほらなんか歴史的なページから入ってます。どうしよう、ちょっとね今日カレーとか、まあ、ちょっと代表的なねインド料理をオーダーしてみて食べたいなと思います。アルコール OK？ OK、 あ、Thank you。 ちょっとね昼だからどうしよう、ビールぐらい飲もうかな。オーダーした料理がやってきました。美味しそう。まずはちょっとビールからいただきます。最高。今日ちょっとね頼んだやつ紹介していきます。ちょっと待って、でも名前忘れちゃった。こっちちょっと待ってよ。マーグマライティッカ、こちらはねマーグマライティッカです。ね、チキンの料理です。ティッカっていうのが、スパイスとかに何かを漬け込んで焼いたもののことを言うんですけど、漬け込むものがそれぞれ違って、マーグマライティッカはねチーズとかあとクリームとかに漬けてあって、ヨーグルトもかな、分かんないけど多分ね辛くないと思います。今ちょっとあの食べてみますけど、すごいボリューム。このグリーンのこれカレーですね。パラクパニールっていうほうれん草のカレーです。パニールはねカッテージチーズで、インドは結構ねカッテージチーズ食べるんですけどパニールって呼びます。定番のバターチキンカレーです。チキンがね骨付きと多分ボンレス選べたので、私はねちょっと骨がめんどくさいのでボンレス選びました。これですね、パン系は2種類頼みました。こっちがね、プレーンナン、こっちがロッティっていうもうちょっとね庶民的なあのものになります。インド人の方はね結構ロティ庶民派でロティとかを食べます。この店はねちょっとね割といいお店なのでなんですけど、外でねあの普通のローカルレストランとかだと1枚ね10ルピーとかで食べれるぐらいのリーズナブルな、はい、お供になりますカレーの。ちょっと久々です。今日なんか久々すぎてベリースパイシーにしてくださいって頼むの忘れたぐらい普通にノーマルに頼んじゃいました。私いつもねすごいスパイシーにしてもらうんですけど、いただきます。まずはチキンからいただきたいなと思います。すごいねボリューム大きいの。タンドリーチキン頼もうかなと思ったんですけど、タンドリーチキン結構スパイシーだったりするので私はスパイシーいいんですけど、ちょっとこっちをね頼んでみました。チキンすっごい柔らかい、美味しいです。ちょっと私辛さの感覚すごいおかしいから、もしかしたらピリ辛なのかもしれないけど多分大丈夫だと思います。こっちもいいかも。うん、おいしい。バターチキンカレーいっちゃおうかな。
美味しそう。これはもうね定番ですね、間違いないやつです。じゃあまずはね飲んでいただきます。うん、うん、美味しい。辛くないです、全然。スパイシーって言えばよかった。いや全然辛くなくもないかな、ちょっと辛いのかな。チキン食べます。うん、美味しい。ほうれん草カレーいきます。すごい色、真緑すごいですね。パッと見なんか選ぶかなどうかなっていう感じですけど、美味しい美味しい。カッテージチーズ、パラクパニールの方が辛いかも、バターチキンよりピリ辛です。こちらのねレストランね、ご覧いただいた通りすごいねしっかりしてるというか、店構えもねしっかりしてるし、接客もしっかりしてるし、なんかしっかりした料理も出てくるので、ゲストをお連れするレストランとしてすごいねいいかなと思います。あのちゃんとねサーブもしてくれるんですよ。サーブしますかって言ってくださったんですけど、私ちょっと撮影してるので自分でやりますって言ったんですけど、何人かできてねこう取り分けとかあのやってもらえると結構楽ちんですよね、案内側からすると。美味しいです。はい、ごちそうさまでした。もうお腹いっぱいです。めちゃめちゃいっぱい食べました。まあ、でももちろんね食べきれなかったので、今ねお持ち帰り用に準備してくださっているので、今日の夜ご飯もインドカレーを食べたいなと思います。今日はグルガオンにあるインド料理レストラン21ガンサルートさんのご紹介をさせていただきました。最後までご覧くださってありがとうございました。ぜひまた次の動画でお会いしましょう。